皆さんこんにちは、ノーアーティスト新です。今日はですね、書き込ん段階、書き込ん段階っていう何なんだろう回、ちょっとそれを聞かせて。この書き込ん段階ニュースっていうこの回報の撮影が入ってるんです。で、今ライターの桜井さんとカメラマンの加藤さんがいらっしゃってて、今このカメラの後ろで皆さんで見てます見てます、笑いながら見てます。で、まあ、実際に今日は、まあ、この YouTube の撮影をしながら、その取材を受けるっていう、あのちょっと今までというか変わった形の撮影になってるんですけど、まあそういうのもいいかなと思って、やってます。では早速、今日はねこのラナンキュラスを使ったこの花の飾りで花束を作っていきたいと思います。では早速いってみましょう。どうぞはい、ではですね、これから始めていきます。まずいつも言ってるように今日は花束なので、この花材のね準備をしていきます。まあラナンキュラスはこう葉っぱがついてないんで特に葉っぱを取る必要ないんですけれども、例えばこのトルコヒキョウとかはこう枝咲きになってて葉っぱがいっぱいついてますよね。でこれは枝をこう取って下の葉っぱをこう取り除いておきますね。じゃないと、まあ、いつも言ってるように花束は片手が完全に塞がっちゃうんで、塞がってから葉っぱを取ることがすごく困難なんです。だから先に全部取っておきます。はい、こちらで花材のね準備ができました。ではこれから手元アップで撮影していきます。はい、では手元アップでいきます。まず最初にこうトルコヒキョウですね、トルコヒキョウを持ちます。そしたらその横にこの手まり草をこう持ちますね。こういう状態です。でトルコヒキョウを持ってこういう状態にします。いいですか。ただこの次にこのラナンキュラスをこのトルコキキョウの横にこう添えていきます。で今回はまあミニブーケなんで割とこう花を密集させて作っていきます。ただあんまりねこういつも言ってるようにベタベタにしないでくださいね。ベタベタにすると横町デモンストレータクみたいになっちゃうんでベタベタにしないで少しアップダウンをつけていきましょう。はい、ではラナンキュラスを入れていきます。はい、でここでこのグリーンをですね、ドラセナのグリーンをこう持ってこの先をこう握り込みます。こういう状態ですね。で気づいてる方もいらっしゃると思うんですが、これ少しずつこう回しながらに今作ってますね。花束一定方向から作っていくとオールラウンドの場合は必ず背面上がりになってしまうので少しずつこう回しながら作っていくと作りやすいです。で回しながらができない人は、まあ、正面から作って、まあ、逆さまにして反対から作る、これくらいの回し方で大丈夫なんですけど、まあ、慣れてくると徐々に回しながら作れるようになるので回しながら作りながらやりましょう。はい、これでドラセナが入りましたね。こういう感じです。そしたらここでまたラナンキュラスを入れていきます。このちょっと後ろ側にもね入れていきます。そしたらここでこのレースフラワーを入れます。今ここにこう手まり草のねグリーンがあるところがありますね。ここがちょっとこう
少しフラットな平面になっているので、ここにこのドラセナをかぶせます。ここをかぶせて持ち込みますね。そうするとこうドラセナが浮いた中にこう手まり草とかレースフラワーが見えるようになって、こうちょっとテクニックがね、この花束の中に入ってきますね。そしたらこの下にこのドラセナをまた持って握り込みます。この状態ですね。でこのレースフラワーをこれこう浮かせたい、浮かせて使う場合もあるんですけど、今回はレースはもう完全にこう持ち込んで、でこのレース自体を少しこうまばらにね入れて、こうここに密集したレースの花が来るような形にしていきます。でこの下、ここの下にもまたドラセナの葉っぱをこう握り込ん でここの下にもドラセナの葉っぱを持ち込みますね。はい、で最後これで出来上がりなんですけど、あの花がだんだん花束にこう引きずり込まれていきます。中にそれを少しこう最後に持ち上げてあげて、最後のこう手直しをねします。これをするかしないかによって花束は見栄えがだいぶ変わりますので、しっかりやってください。はい、ではこちらで完成です。ではこちら結束して正面から見てみましょう。はい、こちらのミニブーケはね、いかがだったでしょうか。まあ、ちょっと出してみますね、器からね。こういう感じです。はい、こんな感じです。ね、皆さんもぜひ実際作ってみてください。なかなかこう可愛いでしょ。どっから見てもオールラウンドです。はい、ではですね、また次回、フラワー TV でお会いしましょう。 See you next time。終わりなんです。終わりです。これで編集にどれぐらいかかる感じですか。まあ、なかなかね、可愛くこうできてますよね。こんな感じです。ぜひね、皆さんもこう作ってみてくださいね。ちょっと待ってもう一回外れた